斉藤誠治は、埼玉県埼玉市岩月区出身のプロサッカー選手、実業家、経営者、代理人、指導者。11カ国のプロサッカーリーグに在籍し、埼玉市からスポーツ A 交賞を受賞。国内外ではマネージメント会社、サッカー個人塾、プロ育成システム、サッカー施設、飲食店、ココナッツジュース店、鹿木工賞を経営。 現役プロ選手でありながら代表取締役社長として会社経営も行い5カ国にてスクール運営30カ国以上で夢先生としても活動国内外の従業員数は42名保有資産額は日本円で約10億円埼玉県岩月市に生まれた日本時代はユース年代ながら柏レイソルのサテライトに所属し 菅沼間ミノルや大谷秀和らとチームメイトになり全国大会で3位になった。もともと四選罰や県選罰などの実績はなかったが柏レイソルへの入団後は年代別の日本代表に名を連ねた。15歳の時にユース日本代表の試合を視察していた代理人に声をかけられ16歳でブラジルへ渡りサンパウロ FC ユースのテストに合格をして その後に同チームのサテライトチームに昇格をして18歳の時にプロ契約を結び、ブラジルでは8年間のプレー経験がある。ブラジル国内や南米の様々なクラブを渡り歩き、ブラジル時代には足の手術を受け所属チームとは契約解除になり、2010年12月から日本に帰国をして埼玉県社会人サッカーリーグ一部のアベントゥーラ川口に在籍し、 2011年6月に退団した。その後、ポルトガル3部リーグの CF 本やシンガポール1部リーグのアームドフォーシズでプレーし、アームドフォーシズでは1得点を決めた。2012年11月、エクストラクラサの頃の消える生と契約を結んだ。契約期間は2013年6月までの約8ヶ月間。2013年夏の移籍期間に、 日本の J リーグの複数のクラブからオファーが届いたが、断り、インド一部リーグ所属のサルガオカー FC から、高学年報でオファーが届き移籍した。2015年から、ラトビアの FK トゥクムス2000でプレー。同年7月に、ボリビア一部リーグのクラブブルーミングと仮契約をしたが、怪我のために本契約には至らなかった。2016年2月に、 中東バーレーンのシトラクラブからオファーが届き完全移籍した。契約期間は2016年2月から2017年12月までである。現地の新聞記事で年俸は日本円にして1億5000万円と報じられた。2017年7月にバーレーンのシトラクラブからモンゴル一部リーグのネガールを FC に3ヶ月の期限付き移籍した。2017年9月に マカオサッカーリーグファーストディビジョンのチャオパック系から国内史上最高年俸額のオファーが届き完全一席した。マカオで初の日本人プロサッカー選手となった。契約期間は2020年12月まで、年俸は約50万ドルと地元市では報じられた。2013年からブラジルでプロ育成システムを立ち上げ経営者として活動している。 2019年5月に中東にあるサウジアラビア一部プロリーグから年俸額2億円のオファーが届いた。ブラジルでは3店舗目となるカフェ店をオープンさせ、本人が経営するサッカースクール会員数も1000名を超えるなど、海外では現役プロ選手を続けながら様々なビジネスを成功させた日本人と話題になり地元市で報じられた。2018年には、 ドイツ一部リーグドルトムントにて指導者、研修修了者としてドルトムントサッカーアカデミー公認コーチになる。2019年5月に数多くの子供たちをプロサッカー選手に育成したことが世界的に評価され、国内外メディアや朝日新聞、テレビ埼玉、JCOM 番組で育成年代指導のスペシャリストとして紹介された。2019年10月にブラジルで サッカー施設を設立した。2019年4月に埼玉市岩月区でサッカースクールを開校した。開校から3ヶ月で生徒数が100名を超え、数多くのメディアで話題になり、テレビ埼玉と JCOM 番組でテレビ放送された。2021年2月に北中米コスタリカプロサッカーリーグへの移籍が発表された。現地サン保セ市では生中継で、 記者会見が行われ、同時期にサンパウロ州からこれまでの活動が評価され、スポーツ A 交渉を受賞。2021年3月に国内外の生徒在籍数が1264名となり、これまでに82人の生徒をブラジル、欧州のプロリーグ、日本の J リーグでプロ契約させたことが朝日新聞で報じられた。 2021年4月にスペインプロリーグに所属する AD アルコールコーンのアジア地域担当スカウトになる。ありがとうございます。